このロボットなんですけど、僕が今まで作ってきた変形合体レゴロボの中で、まあ結構苦戦しました。はい、それではここから全部が合体して巨大ロボドラグナーカイザーへ合体させます。まずドラグナードラゴンを4つのメカに分離します。今回のドラグナーカイザーなんですけど、合体方式はパズル合体となっていて、先ほどのドラグナードラゴンと一緒で一度全部バラバラにして、そこからもう一度組み直す方式になってます。まずデュランダルスから変形させます。まずは腕を外して、足をこのように動かします。続いて拳を取り外します。続いてはドラグヘッダー。ドラグヘッダーは先ほどのドラグナードラゴンと一緒で全部バラバラにします。この部分のこのパーツを取ります。こちらがロボモード時の拳になります。反対側も一緒です。ちなみに余ったこちらの部分はドラグナードラゴンのヘルメットになります。続いてはドラグキャノン。ドラグキャノンの変形もドラグナードラゴンと一緒です。まっすぐにしてでつけるんですけど、ここで一回曲げます。はい、これがロボモード時の胴体になります。続いてはドラグウィンガー。まずこの部分を取り外して、このパーツを取ります。でここからこのようにまっすぐにします。続いてこのパーツを取ってここに合体、そして先ほどの頭部パーツをここに合体すれば、はい、こちらがドラグナーカイザーの武器になります。はい、最後はこちらのドラグレッカーです。個人的にドラグレッカーの変形合体が結構好きなんですよね。この部分が足になりますので、このままここを押し上げます。そしてハの字立ちにすれば、はい、こちらが下半身になります。はい、ここまで全てバラバラにしましたので、ここから合体させます。はい、では合体させます。まずデュランダルスにこちらのパーツを取り付けます。そしてドラグキャノンを合体させます。その前にドラグキャノンをこのように稼働させて、ここに合体させます。そしてこのままこれごと下げます。これ自分で作って言うのもあれなんですけど、見事な変形合体ですね続いて背面のこちらにデュランダルスの拳をつけます。続いてこの部分にデュランダルスの腕を取り付けます。これで胴体は一旦ここで完成です。続いては腕です。まずこの部分に拳を取り付けます。そしてこちらにこのパーツを付けます。はい、こちらが腕になります。はい、これで腕は完成です。ではここから合体させます。上半身と下半身をここに合体させます。その後この部分で接続、続いて腕をここに合体させます。最後にヘルメットパーツをつけて、このパーツを取ってこのように展開して、もう一度取り付ければ、はい、完成。これがドラグナーカイザーです。はい、すべてのメカが合体して一つのロボになりました。このロボットなんですけど、僕が今まで作ってきた変形合体レゴロボの中で、まあ結構苦戦しました。4つのメカをドラゴンにして、でそこからドラゴンとコアロボが全部合体して一つのロボにするというところが、まあ割と結構大変でした。最悪言うと、実はマジレンジャーのマジキングもろパクリしようかなって思ってたんですけど、まあちょっとそれだと完全オリジナリティがないので、そこは頑張ってなんとかほぼ全部オリジナルの変形合体にしたので、これ作るの結構大変だったんですけど、いざ作って完成させたら達成感は本当にすごかったです。横から見るとこんな感じで、プロポーション自体は結構割とまとまってるんですけど、ちょっとバランス悪いかなって思います。後ろから見るとこんな感じで、後ろ自体は結構割と綺麗にまとまってます。はい、じゃあ近くで見ましょう。まずこちらが頭部になってます。頭部については赤色と黄色と白色基調になっていて、めちゃくちゃ正義のロボ感が出てます。はい、続いて胴体と腕周りはこのようになってます。胴体については綺麗にまとまってます。続いて下半身はこのようになってます。下半身については、まあ、造形自体は結構割とシンプルに作ってます。というと下半身なんですけど、本当はもっとごつかったんですけど、ドラゴンのこと考えたらちょっとパーツ削らなければいけなくなってしまったので、下半身は上半身に比べて割と結構シンプルな造形になってます。続いてはドラグナーカイザーの可動部分について説明します。今回のドラグナーカイザーなんですけど、めちゃくちゃ動きます。まず頭部がこのようにボールジョイントで動きます。ちょっとパーツと干渉してしまうんですけど、まあ、こんな感じで無理なく稼働できます。続いて腕がこのように稼働します。続いて腕がこのようにクリックで動きます。でさらに肘もこんな感じで動きます。
でさらに拳がこのように回転して指可動もあります。続いて足がこのように前にちょっと動いて、膝もこんな感じで動きます。足首はボールジョイントになっていてこのように動きます。はい、可動範囲を生かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回のドラグナーカイザーはコアロボのデュランダルス同様こんな感じでポーズもめちゃくちゃ決まります。はい、それでは今から武器を持たせます。持たせ方はこのパーツを拳に取り付けます。はい、武器を持たせるとこんな感じです。でさらに言うとデュランダルスの武器もこのように持たせられますので、余りパーツはこれでゼロです。僕変形合体ロボ作る時には絶対に余りパーツを出さないって決めてるので、今回も余りパーツを出すことなく全部合体することができました。実を言うと剣パーツについては余りパーツを全部使ってなんとかできないかなって思ってたら、うまいこと巨大ロボの剣になったので、これはこれで良かったと思います。はい、可動範囲を生かすことでこんな感じでダイナミックなポーズもめちゃくちゃかっこよく決まります。それでは僕が前に作ったティラノサウルス変形合体ロボのティラノ竜王もこんな感じのポーズを取らせてました。はい、それでは最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。高さ的におおよそミニフィグ8体分はあります。実を言うとこれ本当はこのドラグナーカイザーなんですけど、ミニフィグ乗れるように設定したかったんですけど、いろいろな問題もあってミニフィグは乗れませんでした。続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。おおよそレゴマリオ 4,5 体分はあります。僕思ったんですけど、次の変形合体レゴロボなんですけど、レゴマリオ対応のもの作ろうかなってちょっと考えております。今レゴマリオでクッパジュニアクラウンとクリボーの長靴が発売されたので、あれを複数買いしてなんかマリオの世界にいそうな変形合体レゴロボ作れそうですねいつかはやってみようと思います。はい、ということで僕主催の変形合体レゴロボコン、僕が作った変形合体レゴロボを紹介していました。動画自体と公開自体が長くなって本当に申し訳ございませんでした。ちょっと僕個人的なことなんですけど、僕は7月から8月のお盆までの間就職活動をして、今年の9月に住宅メーカーに就職することができました。なので僕は建築もレゴも YouTube も頑張ってやろうと思います。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。僕はこういう形で自分が作った変形合体レゴロボをこうやって YouTube でアップしていきますので、次回作も楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ